その目的っていうのは、ね、あとはもっと人生見たりとか Google 様に乗るために書くんだ、うん、レビュー業界じゃなかったらごく当たり前の考え方ですよ。そこでこうしちゃったんだ。そこでしょ。俺は聞いてるからさ、だけど初めて公にネタをバラしてる。